おはようございます。たかしです。本日は8月5日土曜日、週末ですので、来週7日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。有料のノートを始めました。プライム投稿の一部を切り売りする形で配信してます。プライム投稿では情報量が多すぎるという方向けの配信です。お好きな通貨ペアを選んでご購読ください。詳細は概要欄をご覧ください。それではまずはポンド円の日足からですね。昨日金曜日の日足も陰線、これで連続3日の陰線ですね。ここ一度トレンドラインにぶつかって、連続3日で陽線、そして連続3日で陰線ということに現在はなってきております。ここからどうなるかですね。今 GMMA の青帯に接触してきておりますので、ここでの反発になってくるのか、月曜日がもう一度陰線になるようですと、ここから大きく下落していくということも考えられますので、その場合はまずはこの赤のライン付近ですね、この切り上げライン付近までの下落っていうところを考えておきたい。ただし現在は GMMA 付近にありますので、今までの動き、この過去の動きを見ても分かりますが、下落すれば強く反発、下落すれば強く反発、ここもそうですよね、ということを繰り返してますので、もし売りで検討される場合は十分引きつけてからのエントリーですね。そして買いで検討される場合も下げ止まりを待ってからのエントリーっていうのが大切になってきます。日足のストキャスティクスはデッドクロスしたてですので、もうちょっと下落するのかなという感じがしますね。マクディは方向感がありません。ですので月曜日はもうちょっと上値が重いかもしれませんが、やはり今は日足単位での上昇トレンドですので、その中で下げ止まりからの次の上昇っていうところを探す、そういう局面に入っていると思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足ではこの直近の安値から高値にフィボナッチリトレースメントを当てております。現在はその 38.2% ですね。一度ここで反発して再度今下落してきております。ただこの下落の仕方ですが、 GMMA の青帯で上値を抑えられておりますので、現在地でダブルボトムでの上昇ということも考えられるんですが、今は1時間足で下落トレンドに入っておりますので、直近の安値のこの木曜日の安値を下抜けてくる可能性は高いなとは感じます。ただやはり下がったところでは日足単位での上昇が入りますので、こういうところですよね。下がったところでは日足単位の上昇が入ってきますので、今は下げ止まりを待っておくのがいいと思います。もちろん1時間足では今下落トレンド中ですので、その下落の流れに乗っていくのもいいと思いますけれども、上位足の日足の反発の上昇がいつ入ってもおかしくないというところにはありますので、その辺は十分注意してですね。今4時間足でも GMMA を下抜けてますし、 GMMA でレジスタンスされての下落になってますので、短期的には下落の方に優位性があるとは考えてます。ただ現在は 38.2% ですし、ここを下抜ければ 50% 付近まで下落すると思いますが、その節目というのは意識されてくると思いますので、その辺注意が必要です。では1時間足です。現在1時間足の目線は下ですね。4時間足の目線はまだ上でしたけれども、今は基本的には1時間足こういった下落トレンドを描いてますので、この流れに乗っていくのがいいですね。ただ GMMA で綺麗にレジスタンスされて下落しているという感じではありません。確かに GMMA では抑えられているんですけれども、この何度もぶつかってきてますよね。ちょっと分かりにくい動きをしているなと思います。しかも今インジケーター分かりにくい動きをしてますので、基本的には戻り売りなんですけれども、どこで売りを仕掛けるかっていうのが重要になってきます。そして先ほど4時間足で言ってました、ここでのダブルボトムからの上昇っていうことも考えられますので、その辺は注意が必要ですね。もう一段深掘りしてくれば180円切るぐらいまでですね、この辺 50% というライン、先ほど言ってましたところですね、 179.8 ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいと思いますし、今は基本的に下落トレンドですので、上がったところを売っていくという戻り売りスタンスですね。それがいいとは思いますが、それも短期的なもので、上位足の反発上昇がいつ入ってもおかしくないので、例えば現在地から今強く下落しているから木曜日の安値を下抜けるという前提でエントリーしていくのは危険です。当然ここでダブルボトムで上昇する可能性もありますし、日足単位の反発上昇が入ってくると、ここが最安値になってここから大きく上昇するということも考えられますので、戻り売りっていうのは一旦の上昇を待つということです。もちろん逆に押し目買いっていうのは一旦の下落を待つということですので、上昇しているから買う、下落しているから売るではなくって、それをすると最高値とか最安値をつかまされることになりますので、そうではなくって一旦の戻しを待つですね。一旦戻ってきたのを待って、そこから売っていくことを戻り売りと言いますし、一旦の押しを作ってから買っていくことを押し目買いと言いますので、上昇しているから買うのではなくって、上昇の調整の下落をしているからそこから買っていくという考え方ですので、その辺間違えないようにお願いします。案外それができない人多いと思いますので、例えば現在地
付近で強く下落しているから月曜日はこのまま下落していくんだみたいな。でしかも月曜日初動で大きな陰線とかが出てくるとそこの流れに乗っていこうとしてそこから飛び乗るような人もいると思います。そうじゃなくって先ほど言ったように強く下落するのであればそこからの戻しを待ってからの下落ですね。そういうのをイメージしておくといいと思いますので、強くどんどん下落している時とか強くどんどん上昇している時っていうのはスルーです。エントリーはもっと早いタイミングでするべきですので、そこから飛び乗るっていうのは危険ですので、その辺はトレードの基本として覚えておいてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧で分かりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。またプライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップや有料のノートもご用意しております。こちらはプライム会員の投稿を切り売りする形になっておりますので、よければそちらもご覧ください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。